どうも、エレラリトです。どうも、福田です。こんにちは、よろしくお願いします。はい、さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。はい、今回はクッキングパパをやってないですよ。クッキングパパやってないです。違いましたね。違います。ゲットバッカーズでした。ゲットバッカーズですね。はい、似てたんで間違えました。いや、似てないですよ、全然。どこから言ってんだよ、ゲットバッカーズとクッキングパパ。しゃくれてる感じが。誰が誰がしゃくれてる。ゲットバッカーズでしゃくれてる人いた。なんでちょっと見ていこうかなと。はい、で今回やっぱ ね、たくさんいるキャラなんで、今回はその好きな男性キャラ、はい、男性にも絞ったわけですね。はい、だから、うん、キャラ数だけで言ってももうね、40、50人出てくるもんね。そうね、うん、多いよ、だいぶ多いんですよ、キャラは。だから僕なんかはもう1位から3位まで全部あの13件で埋めてるから。そんな人いる13件、名前出てくるの1人だけじゃない。4件ぐらいなんでね、全部13件で埋めてるんで、髪の毛縛ってる。だからちょっとまあそういう意味では偏っちゃってるかもしれませんけど、うん、いや偏りすぎだろ。13件にそんなに思い入れある人いないよ。なんでその好きだね、はい、男性キャラと3位からこう見てって、はい、お互い3位から見てってちょっとね、ゲットバッカーズのストーリー触れていこうって感じ。なるほどね。じゃあそれぞれベスト3ですね。はい、じゃあ僕の好きな男性キャラ、はい、第3位は、こちら、バン、ミドバンですね。バン君、主人公バン君、バンちゃん。珍しいですね、主人公入れてくるの。そうね、でもやっぱバンちゃんはかっこいいからね。そうなのよ、うん、結局ね、バン以外、バンのね、登場が多すぎんだよね。まあね、うん、全部結局バンだもんね。そうなんだ。意外と銀次がね、雷帝とかいろいろ背負ってますけども、うん、そもそもがやっぱバンから始まっちゃってるから。そうなんだよ、うん、ただの邪眼の使い手みたいなやつがいつの間にかバトルの天才になっちゃってるから。そう、バトルの天才ですからもう、うん、まあでも昔からね、英才教育されてたってことですもんね、そこら辺は。魔女のね、まあね、孫として生まれて、うんうん、かっこいい。手が悪魔になっちゃってる。ただその理由も全く分かんないしね。まあ、そういう得意体質ってことよね。うん、そうだよね。そうだね、うん、確かにね。で、最終的にさ、うん、なんか羽みたいになったじゃん、天使の。はいはいはい、うん、あれはどういうことなの。まあだからもう悪魔も通り越して、天使と悪魔両方の力使えるみたいな感じじゃなかったっけ。あれは手が羽みたいになってるってこと。うん、なんかまあ残像かな。残像なのかな、すごい羽だったもんね。なんかね、その羽が生えたみたいな感じの。手はあるんだよね。手はあります。ちょっとよくわかんないんだけど、ね、いや、そういうこう斬撃みたいなことなんじゃない。うん、いや確かにね、俺もあんま主人公、ド主人公を選ぶことあんまないんですけども、うん、やっぱバン君はかっこいいですね。うん、うん、まあね、ああいうおちゃらけてるけど強いっていうのはやっぱいいですよね。うん、まあ、シティハンターだよね、だからね。サイバー寮的な存在だよね。まあ、ちょっとエロくて、ね、普段スケベでね、うんうんうん、すぐおっぱい飲んじゃうから、エロと。とにかくこのまますぐおっぱい出てくるんだよ。本当におっぱい出てくる。おっぱいすごい出てきますよね。少年漫画とは思えないほど、うん、いや、だから本当におっぱい見たいっていう人はこの漫画見た方がいいかもしれない。いや、おっぱい見たいって言ってたからおっぱい見たい人はこの、まあ、おっぱい見たくって漫画を楽しみたいって人はね、これはもう本当すごいですからね。めちゃくちゃエロいですから、おっぱいの描写も。まあね、バ、う、ン、ん、ね、はい、バンちゃん、僕は3位で、まあ迷いましたけどね、いっぱいいるから、まあね、めちゃくちゃいるからね、いっぱいいるんですよ。じゃあ僕は何件にしようか。いや、何件、13件なの、本当に全員わかんない、俺そしたら13件だったら。じゃあ僕こちらです、はい、はい、こちらです、うん、ブードゥーキング、嘘じゃん。ブードゥーキング3位に入る。俺、ブードゥーキング正直よくわかんないんだけど、どういう存在なのか。いや、もうそれ圧倒的なやつですよ。まあ言ったらこの漫画ラスボス的存在だよね。まあね、うん、だけど、ブードゥーキング、まあだから無限城における一番実力あるやつがブードゥーキングってことだよね。無限城の中の世界のキャラで言ったら、まあまあね、うん、一番上にいるわけだもんね、ってことだよね、うん。そうそう、いつから出てきたの、ブードゥーキングって。なんか当たり前のようにブードゥーキング出てきたけど、ブードゥーキングはね、うん、なんかいるっていう設定になって、うん、ずっとね、姿が見えないんですよ、なんか、まあね、謎のね、なんか、うん、あのコナンの犯人みたいな感じになる。まあなんかマントみたいなのかぶって顔はいいしは出てこないって、ね、コナンの犯人をずっと演じてるんですけど、うん、そうなったら大体さ、うん、普通なんかやっぱり
お前がみたいな。まあ確かにそうそうそう、それは思いましたよ、ね、実はあの仲介屋のやつとかがもしかしたらブードゥーキングなのかもしれないし、うん、そう知ってるやつかなと思いましたけど、シャンポール、シャンポール、ワンポール、ね、ワンポールワンポールの可能性、ワンポールね、ワンポール、うん、あいつちょっと名前が読めづらいよ、あれでポールって呼ぶなんて。ポールは覚えやすいじゃん。ワンポール、うん、かもしれない。まあそう、そういうなんか今まで頼りにしてたやつがみたいなね。そう、そしたらバーンって出てきたら、うん、誰これ誰これでしょ。なんでそいつが誰なの。知らない人なんだけど。いや、ブードゥーキング分かんなかったね。知らない人だったらもっと顔出してもよかったんですけど ね最初からね、はい、出してもいいけど、はい、迷ってたのかな。まあ、ちょっと迷ったんじゃん、マーリアだっけ、マリア、マリア、うん、とかでもいいよね。あ、まあね、魔女側のね、うん、それか、まあ言ったら、うん、そこまでなかったけど、うん、まあ、バンの母ちゃんとかね。あ、そうね、うん、まあ、うん、まあでもそれはさすがにね、お父さんをその前に出しちゃってるから。まあね、うん、まあ銀次の普通の本当の親父っていう。あ、そう、銀次の親父とかでもよかったもんね、うん、っていう可能性もあったんですけど、うん、全く関係ありません。誰でもありません。ブードゥーキングです。ブードゥーキングです。とにかくとにかくブードゥーキングです。いや、ブー出てきたの。それでそのすごい強さなのかと思いきや、ブードゥーキングがやられたシーンはありません。うん、戦ってないから。戦ってないんです、うん。気づいたらやられてました。気づいたらなんか岩みたいになって、はい、崩れちゃった。そうなんです。けどその辺がこの漫画いいよね。このまあまあ確かにすごい、そういう意味では、うん、すごい裏切ってくる、うん、いい意味でね。そこの戦いは見せないんだっていうね、うんうん、ブードゥーキングの戦いもっと長くなんじゃねえと思ったら全然長くないって思った、うん、まだブードゥーキング控えてるのにここでこんな尺使っちゃっていいのかなと思ってたら。そうなんですよ、これ、うん、やっぱ全巻読みしてくるともう終わりが見えてくるからまあね、これブードゥーキング雑魚なんじゃねえ疑惑が出てきちゃうんですよ読んでるうちにね、はい。まあ、でもブードゥーキングとね、カゲルマサライのその関係もよくわかんないんだよな。いや、だからあれ同一人物なんだよ。同一、でももともといたけでしょ、カゲルマサライは。で、カゲルマサライもあそこで初めて出てきたでしょ。いや、そうだよ、急に出てきて。いや、だからカゲルマサライの、うん、とブードゥーキングは要するにブードゥーチャイルドみたいな感じで、うん、そういった鏡のやつなんだよ。ブードゥーキングは鏡の中の存在で、うん、あいつのうん、なんとか鏡の鏡教師、あ、違う違う、かなんとか、うん、なんだっけ、サライ、あ、サライ、影沼サライ、うん、サライの鏡的な存在なんだよ、だからそういうことなの。そういうことだと思うよ。でもなんか、うん、なんか乗っ取られてブードゥーキング、まあでもそうか、いなくなったみたいな感じだから、ブードゥーキングは自分の中にいたのがバーって出てきちゃったみたいな。影沼サライが最後にいるのがちょっと俺はよく分かんなかったんだよ。こんなポットでのやつが、うん、ラストのバトルのところいるんかいって思って。影沼サライの話やめようよ。よくわかんないからさ。もう知ってる人教えてください、影沼サライの素性を。影沼サライってよくわかんない。わかんない、難しい影沼サライ。サイン、サイン、ブードゥーキング。ブードゥーキングです。そうか。はい、じゃあ僕の2位。はい。はい、はい、僕の2位、こちら。先ほど言ったね、ワンポールですね。ワンポールね、まあ、ワンポールはまあやっぱ最初からね、うん、こうただの喫茶店のマスターではないだろうなって思ってましたけど、まあね、まあ、結局初代ね、ゲットバッカーズの片割れだったっていうね、うん、バンのお父さんとコンビ組んで、ね、サングラスかけてるんですけど、サングラスじゃなくてそう目見えなくしてたっていう、うん、真っ黒のねそれでずっと生活してて、うん、そのなんていうか戦闘力を落とさないのに一応してたってことですよね。変な鍛え方してるのな。それなのに疾風の王ですからね、速さってなんだ、これ武器は、うん、目見えないのあんま関係ないんですけどね。そうなんです、うん、でもやっぱ渋いですよね、ワンポールは。まあ人気ありそうだね、うん、人気投票したら入ってきそうだ、ね、いや入るんじゃない。でもまあもっといるからな、でも人気ある人多分。え、あのおじいちゃん、あのデルカイザーに仕えてる、あの名前も忘れちゃった、ミロック、ミロックのお父さんね、うん、うん、いやあれは入んないだろ魅力のお父さん強いけどな、うん、ワンポールはまあやっぱいつか戦うんじゃないかと思ったら結構最後まで引っ張ったね。そうね、もっと早い段階でなんかこいつやるなみたいな出るかと思ったらそれまでは全然戦わなかったけど、うん、死んでもいいけど死ななかったしね。そうね、そうそう、うん、死ぬかと思った俺も、うん、ポールは全然死なない、うん、なぜか生かされる、うん、で別に死ななくてもいいやつが結構さらっと死ぬからねそうね、うん、難しいところですけどスティグマも持ってる、うん、そのスティグマの説明も最後までなかったけどね。その言ったら生まれつき持ってるものなのか、うん、その何かを見た時に
こうつくそのなんかスティグマはだから無限上のその上行ったので見ちゃいけないものを見たら見ちゃいけないみたいなあの第一世界みたいな感じでしょ、この、うん、この後の第一その最初のもう感情も何もなくなった人間たちが統率されちゃった世界を見たやつがスティグマ作って書いたんじゃん、うん、だけどそれこそさ、カズキとかさ生まれた時あ、カズキは言ってみたらカズキの弟、ヨハンとかはさ生まれた時からついてるでしょ、うん、あれなの知らないまあだからその呪いなわけなんじゃない、スティグマっていうのは。それを見ちゃったやつがかけられる呪いを生まれ持ってきたって感じだね、ヨハンとかは。うん、不思議だよね、あのスティグマも不思議だよ、まあ、ね、うん、どこと絡んでくるんだっていうのはあるけどね。まあでもポールはかっこいいですよね、うん、男の子は好きなんじゃない、ポール、うん、はい、私2位、はい、こちらです、はい、赤羽クロード。あー、まあ、クロードね、うん、これも人気あるでしょ絶対、赤羽クロード。まあね、うん、ただその、まあ、結局まあ何なのかよく分からなかったね、赤羽クロードも。その最後戦う意味も分かんないし、私の速報を教えてください、まあ、だってあの人人間なんでしょ。人間ですよ、もともと普通の、もともと普通の世界の人間で、うん、で赤羽クロードがあっちの仮想世界に行った時にあの格好になってるってことだよね。そう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 、赤羽クロードもその時間時間も飛び越えちゃってる人だよね、もっとすごい昔の人ってことだもんね。戦争の時に、うんうん、自分が子供助けられないっていうのであっちの世界行っちゃったみたいな。あ、そういうことか、うん、そうなんだ。からなぜそれであっちの世界行って行ったら、うん、医者じゃなくてバトルする人になっちゃったのかって不思議で。でもその医者の楊さん残しつつまあね、うん、ドクタージャッカル不思議ですね、うん、まあ、ただやっぱこう最初から出てきて、最初の方から出てきて、確かにね、ずっと謎めいてて、うん、なんか最ラスボスみたいな、なんか、うん、よくあるあの漫画の書いてるうちに作者気に入っちゃったみたいな、うん、こいつなんか良くないみたいな。まあね、あの最近の漫画出たらハンターハンターの密かに近いね、ノリの中ちょっと。ああそうかもね、狂気じみてたまに仲間になったりとか、うんうん、ですごい強いみたいな。まあ、でもここがまあゲットバッカーズの面白いところかね、なんかこうひょうひょうとしたやつが出てきて。まあね、でもやっぱバンと赤羽クロードが戦うところはワクワクしましたけどね、うん、まあ、どっちが強いんだっていうのは、うん、それ決めなきゃいけないのかなって思ってちょっとバンがね、赤羽クロードに対してね怒りすぎの時もあるんですよあれがなんであんなに金銭に触れちゃうのかわかんないですよね赤羽クロードにバカにされるとめちゃくちゃ切れちゃうからね、めちゃくちゃ切れちゃうんですよてめえそうなんだよな、あいつに借りがあるからなみたいな、うん、なぜかね、すごい消えちゃう、うん、で赤羽黒田は人気あるでしょ、みんな好きでしょ、まあね、強いし、いや、すごい思い出にあるもん、うんうん、とはいっても俺たちもう20歳ぐらいおかしいな、俺中学生ぐらいのイメージなんだけどな20歳なんですよ、これ始まってんの僕らそうか、うん、はい、はい、じゃあ僕の1位ですね、僕の好きな男性キャラクター第1位、はい、こちら、じゃん、冬木シド。ああ僕シドが好きなんですよ、やっぱあんな感じなのにね、まあ、最後 ね、結構重要な役みたいになって、そうだから最後シドが戦わなかったのめちゃくちゃ残念なのよ、うん、まあね、あんなこうキメラを埋め込まれてっていうかもらって、うん、そのずっと人質だったわけじゃん最後、うん、だからどっかですげえ活躍してくれるんだろうなと思ったら最後戦わないで終わっちゃったから。戦わなかったっけ、戦ってない、まあ、鍵取られて終わったのか、そうそうそう、最後の最後は、うん、そう戦ってないのよ、ずっとそれ楽しみにしてたのね俺。いやでもシドもなんかこう作者気に入っちゃったパターンよね、言ったら。まあ気に入っちゃったでしょそれは、だってシド編やっちゃってるわけじゃん、言ったら、うんうん、多分その予定なかったよ、そのスピンオフみたいな、うん、だからそれはそう、だからシドとカズキはむちゃくちゃ作者に気に入られてるよね、うん、まあ人気も出たんでしょうね読者から、うん、シドとカズキみたいな好きそうだもんねみんな。だまあそうね、うん、うん、なんかよくわかんないんだけどね、このゲットワッカーズの仲間が少ないからね、うん、非常に本当の仲間で、元々の仲間はね、うんうん、それがそのシドとカズキぐらいしかいないから、うん、まあボルツ四天王ですよね、だから、まあね、仲間っつったら、ただシド最後の方全然動物呼ばなくなっちゃったんだよな、まあね、まあ自分で動物になれるからね動物確かに呼ばないよね、呼ばなくなっちゃったんだよね、うん、あの辺が良かったんだけどね、動物呼んで、まあだから無限城
の上の方にはもういないってことでしょ、動物がね、うん、その下のなんだっけ、ローアータウンですか、まあね、今もう死ぬほどいますけど、うん、ネズミが、うん、まあ、シドね、シドが一番好きでかっこいい、結局ね、愛する女性のために戦ってるってのもいいですしね、なかなか男性漫画では珍しいよね、いきなり好きな人ができちゃうみたいな、そうね、うん、まさに積んでるってやつの走りなんじゃないですか、うん、指導は、うん、はい、いや私、はい、第1位、私こちら、うん、じゃん、鏡教授いる鏡教授1位だけど鏡教授かっこいいじゃん鏡教授も俺よく分かんなかったんだよな、なんかこのやっぱこの漫画がやっぱ人気出た秘訣はこういうことだと思うのよ、うん、言ったら、うん、一番最初からなんかかなり最初から出てきてるじゃん、どっから出てきたっけ鏡教授って、鏡教授はマクベスのところから出てきてんじゃない、マクベスのところにいたっけ、いたいた、そうか、で、うん、そっから出てきて、うん、あの人は全然もっと上の存在なんだよみたいなやつが、まあね、ずーっと一切戦わないじゃん、そうね、ずっと観察者ってね、そういう謎見えた部分をずっと残してるっていうことがこの漫画の最大の魅力だと思う、ね、確かにね、いつか正体わかるわけですね、謎見えた結果ブードゥーキングよ、だから謎めいた結果のブードゥーキングもあるし、ブードゥーキングはちょっともう謎めいた結果の鏡教授もあるよ鏡教授君すげえ強いかと思いきやもうあの全くだった、うん、だってラストの戦いがあの赤羽と戦ったやつ、いや違う、バンと戦って、バンと戦ったっけ、うん、バンと戦って、うん、バンの手を引き裂いた切ったと思ったらそれ実は自分の手を切っちゃってたっていう、それだ、残酷なラスト で最後刺されて終わりましたけど、自分が帰ってきたやつね、うん、でなんかすっごいあっさりしてるね、この鏡だって結局最後は、うん、じゃあ鏡教授なのかブードゥーキングなのか、うん、ゲットバッカーズなのかっていう三巨頭の戦いだったんでしょ、まあ三つどもえでしたよね、うんうん、全くでしたから鏡教授は、そうだね、うん、鏡教授の能力もよくわかんないです、だからやっぱ結局、うん、鏡教授の能力って鏡じゃん、うん、鏡って光じゃん、はい、光はクルスがいるんだよねそうね、うん、ちょっとそこら辺がうまくね機能しなかったところかなと思いますね、うん、なかったのかな、はい、他の化学物質が、やっぱりただの鏡はきついよねなんかその魅力的ではありますけど鏡の能力ってやっぱその科学的に深掘りしていけばしていくほどやっぱそこまで活躍できないっていうことになっちゃったのかな、ね、だからその、なんかねうまくもうちょっとうまく活躍できればいいですけど、ただまあ僕が好きなの好きなのはそういう点ですよね、やっぱそういう手法としてやっぱ大人っぽい漫画いたらガキ漫画だったらまあすぐ鏡教授が戦っちゃうけど、まあね、まあ、最後の最後までこう戦わない、ずっとふわふわしてたもんね、そう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 、敵なのか味方なのかも分からないまま、でなんか、まあ、ゼータガンダムで言ったら白っ子みたいな、なんかそのなんとなく分かんないんですけど、なんとなくずっと来ててなんだこいつみたいな謎めいてて、まあ確かにね、最後戦ったら雑魚だった、いや雑魚ではない雑魚ではない強かったですよはい、その辺が確かにミステリアスな、ね、キャラクターでしたね、この漫画のキーとしてはやっぱ僕は評価してます、うん、いやめちゃくちゃ偉そうじゃん1位なんでしょ、だって好きなキャラクター、そうですか、もうちょっと強かったら、ね、もっと好きなんですけど、ちょっと弱かったっていう、まあね、でも3人選ぶの難しかったね、僕マグルマさんとかも好きだったんだよね、マグルマね、マグルマ、いやマグルマいいやつなんですよ、うん、そう、うん、おじさんで、あとはまあ確か銀次とかカズキが出てこなかったもんね、カズキ気持ち悪いじゃん、だってなんか気持ち悪いってなんなんかそのカズキは女性が選んだら1位になるんじゃない、カズキは、でもその本当の世界の方が女の子だしさ、だカズキ女の子にしたがるっていうのはすごいありましたよね、なんか、うん、まあカズキとだから十兵衛のセットの感じが多分良かったんでしょ、すごい、なんかでもそのセットにしたがるよね、でもカズキとシドとか、うん、ああそうね、のセットもだから、うん、なんかそういう漫画も流行ったんじゃないかなと思うんだよね、そういうなんか、うん、言ったらコミケじゃないけど、そうそうかも、うん、だから不女子人気というか、うん、そういうのはすごいありそう、まあ、そもそもね、バンと銀次もそうだもんね、まあね、言ったらね、男同士のあれっていうのがね、うん、まあエミシも好きだったしね、俺エミシね、エミシ歩き、でも途中でからエミシがなんか俺芸人目指してるって言われてから、はい、ちょっとそういう目線で見ちゃったんだよ、なんでそれ変だよ変だよ、それはちょっと芸人目指すだったら逆線低いなっていう目で見てたんで逆線って言葉使わないで芸人が素人だったらいいんですよ、いや、あくまで素人ですから、そういう目で見ちゃいました、あのテンションやってるのね、はい、まあ、でも言い出したらキリがないっぱいいるから、魅力的なキャラクター本当にいっぱいいますから、うん、
はい、というわけで、ね、ぜひ皆さん気になった方は、漫画の方を読んでみてください。お願いします。さあ、それでは今日の一ネタご覧ください。どうぞ。本当に止まっていいのか。はいよ、汚いけどな。あ、そう、うん、助かるわ。うん、全然止まってって。うん、あ、まあでも明日早いからもう寝るか。まあそうだな。あ、じゃあ俺こっちのさ、ソファーの上で寝ちゃうから。うん、お前よ、あっちのあの、うん、コードの上で寝て。いや、俺マクベスじゃないから。どうも、ありがとうございました。